熊本県和水町の池上久美子さんが飼っている8歳のメス猫のモモと3歳のオスのウサギモコはとても仲良しです。毎日夕方一緒に散歩する姿が近所で評判になっています。生まれたばかりの時は手のひらに乗るほど小さかったモコ、近所の人から猫に食べられちゃうのではと心配されましたが、優しく接するモモに次第に懐くようになりました。モコは普段飼育籠の中にいますが、外に連れ出すとこの通りじゃれ合うように歩き出します。時には遅れたモコをモモが待つ微笑ましい光景も。まるで兄弟みたいと今ではすっかり地域の人気者です。